こんにちは、北澤コレクションです。今回は第62回全日本模型ホビーショーで発表された車系ホビーアイテムの中からミニカーだけに特化した注目商品をご紹介したいと思います。ということで、まずは強商のブースから見ていきます。まずは強商オリジナル製品ですね。ビッグスケールの新作では18分の1スケールのランボルギーニカウンタック LP400 と LP400S が展示されていました。どちらもダイキャスト製のフルディテール製品で、ご覧の通りあらゆる箇所が開閉する凄まじい内容になっています。エンジンフードの左右にはメッシュが貼られていますね。内装とシザードアの再現もリアルですよね。ランボルギーニではミューラとシルエットの18分の1製品も展示されていました。注目はレジン製ミニカーのシルエットですね。18分の1スケールでは初の製品化なんですけど、ものすごいクオリティで、個人的には今回の強商ブースで一番印象的なアイテムでした。こちらは18分の1スケールのフェラーリ 250GTO ですね。3種類のモデルはドアと前後フードの開閉に加えて、それぞれのディテールの違いを正確に作り分けています。2024年9月に発売された18分の1ポルシェ911もフルディテールタイプの製品です。ボディを外した状態だと内装とエンジンルームの作り込みがよくわかりますね。こちらもダイキャストミニカーのトヨタランドクルーザー40番ですね。スペアタイヤホルダーと観音開きのリアドアが開閉できるようになっているのが驚きです。車体の作り込みもすごいですね。こちらは18分の1レジンモデルの日産フェアリー Z ニスモと日産 GTR ニスモスペシャルエディションです。開閉機構がない代わりに実車のような存在感がありますよね。どちらも限定生産品なので、欲しい場合は早めの予約がおすすめです。今回の大物はポケール社の8分の1ポルシェ 917K ガルフエディションです。1971年のモンツァ1000キロレース仕様ですね。組み立てキットで価格は18万7000円。書店流通系の8分の1組み立てモデルよりも安いですね。ハイエンド商品ではトップマルケスのレジン製ミニカーが展示されていました。目玉はこちらの12分の1ピニーファリーナモデューロですね。もともと宇宙船のようなスタイリングが特徴なんですけど、12分の1スケールになると芸術作品を鑑賞するようなイメージですね。ちなみに価格は11万円でした。もう一つの大物は GT スピリット製の12分の1ケーニグセグジェスコとポルシェ911 2.7RS です。価格はどちらも5万5000円ということで、12分の1スケールとしてはコスパが良いですね。オットーモービルにはピリリカラーのランチャーストラトス HF とシボレーカマロ Z28RS の12分の1製品がありました。価格はどちらも 49,500 円です。ミニチャンプスではロードカーと F1 の新製品が展示されていました。18分の1スケールの価格を見たら4万円台が普通になっていて、腰を抜かしそうになりましたよ。この日本グランプリ仕様のベネトン B195 は 37,400 円だったね。安い方なんですよね。でも最近は87分の1に力を入れてるみたいですね。ドイツのメーカーなので商売的に一番硬いのかもしれないですね。フランスのソリドの新製品はこのような感じでした。昔は安っぽい感じでしたけど、今はクオリティが上がったし、何より43分の1スケールの欧州車が比較的リーズナブルに買えるメーカーとして魅力的な存在になりましたね。イタリアのブラーゴではレッドブルレーシングとメルセデスの F1 が展示されていました。フェラーリの F1 も同じように18分の1、24分の1、43分の1の各スケールの製品がありました。ロードカーの方はフェラーリデイトナ SP3 がメインでした。ウェリーは24分の1製品が展示されていました。このメルセデスベンツ600だけ箱に合わせて27分の1スケールなんですよね。日本で発売しないのかと思って eBay で買っちゃいましたよ。こちらはキャラモノに強いジャタトーイズです。今回はワイルドスピードの各種アイテムが展示されていました。こちらの24分の1製品はブライアンのトヨタスープラとハンのマツダ RX7、ドムのダッチチャージャーです。
スープラと RX7 はブライアンとハンのフィギュア付きになってますね。個人的にはこちらに惹かれました。第1作目のファイナルレースジオラマセットです。すごくないですかこれ。ラストの伝説的なシーンを再現したジオラマがたまらないですね。次はメイクアップです。高級品しかないのでたっぷり目の保養をさせてもらいました。まずはアイドルのランボルギーニですね。新作としてはカウンタック LPI804、 アベンタトール SVJ とアベンタトール LP7504SV もありました。マクラーレン F1 ロードカーは18分の1スケールと43分の1スケールがありました。マクラーレン F1 はミニチャンプスで出ているので正直どうかなと思ってたんですけど、やっぱりアイドルだと完全に別物ですね。価格は43分の1が 41,800円、18分の1が 66,000円なので18分の1の方が割安感がありますね。あとマクラーレン P1 も展示されていましたね。今回度肝を抜かれたのがこちらのシンガー 911DLS。 ボディ全体にカーボンデカールが貼り込まれていてクリアコーティングしてあるんですよね。このクオリティには参りましたというしかないですね。今回はニスモ40周年記念ということもあってニスモ製品が数多くありました。新しいところでは18分の1スケールの日産フェアリティ Z ニスモですね。強襲の侍と完全に被ってるんですけど、価格は強襲の 24,000 円に対して倍以上となる 49,500 円。でも自分が実車オーナーだったら両方買っちゃいますね。18分の1の日産スカイライン GTR も充実していましたね。台座に40周年記念プレートを貼った BNR34 の GTR ニスモ R チューンと GTR ニスモ S チューン、そしてコンプリートカーのニスモ 400R です。コンセプトカーのマツダビジョンクーペもいいですね。背景を工夫して撮影したら実車ですって言われてもわからないですよね。64分の1スケールのタイタン64ではランボルギーニアベンタドール SVJ が出るようです。さらに日産スカイライン GTR のニスモ BNR34CRS バージョンも開発しているようです。いやーこれはすごい。一体いくらになるんでしょうか。ちょっとお腹いっぱいになったので味変してみますか。こちらの N ゲージリニアは実車と同じように浮上走行する N ゲージです。そして磁力を使った新しいディスプレイモデルがこちらのフローティングモデルバックトゥーザフューチャーパート2デロリアンです。ご覧の通り台座からモデルが浮いてますよね。台座とモデルの両方の磁石でモデルを浮かせているんですけど、すごいアイデアですよね。次はインターアライドです。43分の1ミニカーのハイストーリーの新作はこのような感じです。ホンダクロスロードとかトヨタベロッサとか確実に隙間を埋めてきてます。三菱ディアマンテとか三菱ミニカ弾丸 WZ とかラインナップが尖りすぎですよね。モデラーズブランドでは64分の1のイニシャル D セットが展示されていました。インターライドで取り扱っている LCD モデルズのミニカーは凄まじいアイテム数でした。こちらは開発中のランボルギーニですね。レブエルトとウラカン STO ムルシエラゴの作品です。このメーカーはマクラーレンやパガーニを数多く手掛けてるんですけど、この18分の1パガーニワイラの再現度はすごくないですか。18分の1ではゾンダ C12、 43分の1ではワイラ R がそれぞれ開発中です。ホンダのアイテムも豊富で、こちらインテグラタイプ R の18分の1、43分の1、64分の1製品です。5代目のシビック SIR2 は18分の1と43分の1がフル開閉可能で、64分の1もエンジンが再現されてるんですよね。12分の1のホンダ NSR250R は最終型のプロアームなのにカウルがガルアーム仕様になってるのがちょっと残念です。トヨタとレクサスも多いです。18分の1スケールのランドクルーザー FJ40 は強襲とガチかぶりですね。こちらは43分の1スケールの A80 スープラなんですけど、ご覧の通りフル開閉です。エンジンルームの作り込みもすごいですよね。こちらの価格は 21,800 円です。こちらはトミーテックです。目玉は危ないデカですね。中でも注目は東映特注の日産レパードアルティマ
帰ってきた危ないデカバージョンです。帰ってきた危ないデカ DVD& ブルーレイの封入特典として用意されるこのミニカーはトミーテックでの単品販売がないので将来的に熱いアイテムになりそうですね。危ないデカ関係では前期型の日産セフィーロスポーツクルージングが発売されましたね。トミカリミテッドヴィンテージネオには今回も数多くの新製品がありました。会場発表の新製品は乗用車ではトヨタラブ 4V と日産スカイライン2ドアクーペ 25GTT、 三菱ランサーエボリューション8 MRRS およびランサーエボリューション9 MR、 あとはトヨタ救急車と三菱フッ素エアロスター、三菱フッ素キャンター清掃車がありました。このトヨタ救急車は黒箱時代のトミカでおなじみですよね。 TLV と2台並べるのが楽しみです。さかなクン仕様の三菱フッ素キャンターダンプトラックの発売は驚きでしたね。 S54 のスカイライン 2000GTB と第2回日本グランプリ仕様のプリンススカイライン GT は内装とエンジンが作り分けられていて期待が持てますね。前期型の日産セフィーロスポーツクルージングとホンダシビックプロもありました。高速道路上にさりげなく置かれている新製品の数々も見逃せないですね。タカラトミーモール限定の日産スカイライン GTR R32 グループ A プレーンカラー仕様も現物がありました。ザ・バスコレクションの新製品はこんな感じです。都営バス100周年記念車は今回2種類が発売されたので、これで全7種類コンプリートですね。ブラインドパッケージの名接バススペシャルも出るんですね。意外だったのはこちらの川崎市バススペシャルです。特注トミカの発売と合わせて川崎市交通事業80周年という意味合いもありそうですね。さらにトミカプレミアムとトミカプレミアムアンリミテッドの展示もあって、11月から12月に発売される新製品を見ることができました。個人的には U のスロードスターが楽しみです。S14 のブースではオールモステリアルのトヨタセンチュリーが展示されていました。18分の1スケール製品はすでに発売されているんですけど、今回新たに64分の1スケールのトヨタセンチュリーが展示されていました。クオリティ的には申し分ないですね。国産名車プレミアムコレクションのラインナップが80号まで展示されていました。75号の日産 B1、 76号のトヨタスプリンタートレノ AE86、77号のホンダシティ、78号の日産 180SX、 79号のマツダロードペーサー AP、 そして80号は KPGC10 の GTR のはずなんですけど、なぜか R32 の GTR になっていました。個人的には79号のマツダロードペーサー AP が気になりますね。ガリバーさんではスパーキー、タイニーなどの64分の1モデルが多数展示されていました。ドイツのヘルパが作る87分の1モデルは相変わらず種類が豊富ですね。特にトラック系は収集がつかないレベルですよね。国際貿易さんではパラゴンの64分の1モデルとなるパラ64製品が展示されていました。ポルシェ935モビーディックも出るみたいですね。またラリージャパン2024解散記念としてイクソ製の KB 特注トヨタ GR ヤリス WRC のミニカーを発売するようです。フリースタイルさんのブースにはこのような64分の1ミニカー用のストラクチャーが多数展示されていました。収集家と書いて小漢字屋というメーカーのガソリンスタンドのストラクチャーなんですけど、このメーカーはフィギュアもたくさんあるようですね。照明付きの立体駐車場とか、まだまだいろんなアイテムがありますね。ということで今回は第62回全日本模型ホビーショーで展示されていた各社の最新ミニカーを駆け足でご紹介しました。いっぱいありましたけど、刺さったミニカーとか気になるアイテムありましたか？もしこの動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。